アラ山脈のディレクタ主山といえディギョレール。トロス山脈はトルコ南部の山脈。トルコ中央部とトルコ南部の地中海地方を分けている。トロス山脈の一部であるアラ山脈とボル、カール山脈は石灰岩質のためカルスト地形となっており、滝や伏流水、大きな洞窟などが多い。マナブガトガの源流は米山脈の南側斜面にある。白線内が 一般的な意味でのトロス山脈一般には、西はエイリディル湖から、東はジェイハン川中流辺りまでを指す。抗義にはさらに東のアンティトロス山脈を含む場合も、あり、その場合の東端は、ユーフラテス川やチグリス川の源流辺りになる。トロス山脈のおののの山の標高は3000、3700メートルほどで、ある。トロス山脈は次の4つに分けることができる。 新出県にあるデミルカズク山。トロス山脈の最高峰トロス山脈は、青銅器時代からケステルを中心として、鈴の産地であった。トロス山脈は、タルススを中心とする南部のキリキア地方を隔てる位置にあり、トロス山脈に設けられた山道は、キリキアの門と呼ばれた。第一次世界大戦中。 トロス山脈に設けられたドイツとトルコを結ぶ鉄道は中央同盟国側にとって戦略上重要であった。戦争の結果、キリキアは一時的にフランス領となっているハイキングや登山が可能である。スキー場が2つあり、1つはイスパルタから 25km の位置にあるダブラスもう1つはアンタルヤから 40km の位置にあるサクルケントにある。 ありがとうございます。